おはようございます。本日のおすすめはこちら、芥川龍之介先生の未完美心のシーン他18編です。芥川先生の20の短編が収録された本作。中でも未完をぶん投げる短編、未完は私のお気に入りです。憂鬱な気分で汽車に乗り込んだ私、彼の前にはいかにも田舎者というような大風呂敷を抱えた少女が入ってくるのです。全体的に灰色の中、未完の鮮やかな黄色が強烈に輝く作品。短い話ですが、あとは爽やかな物語です。ぜひお読みくださいませ。